さあ今回も、まあ、アーカイブとについて皆さんに聞いていきたいと思いますが、まあ、ストレートに開けてもいいですかと。もう一回ストレートだけど。ストレートだな。でも、だからお前は、あれなんですよ、その人からは、開けるなっていうか、開けないでね、みたいな感じで渡されてると。で、確かにまあ、頑丈にというか、開かないようになってるんですけど、ただ中身はなんか入ってはいるのは確実なんで。開けるようになるわな。もしなんか、その、な、良くないものとか、例えばまあ、そのままに渡した人が、自分では分かってないけど、なんか変なもん入れちゃってたとか、なんか、まあ、自分でも中身よく分かんないけど、まあ、渡しちゃった、しかしたら良かれと思って渡したものが悪影響というか、可能性もあるから、まあ、開けないと解決しないというか、先に進めないのかなっていうのも、何が入ってるのか気になるのか、何入ってるの、いろいろ入ってる感じはあるような、紙だけじゃないっていう感じはありますかね。どうなんそのあれからというか、まあまあ別にって感じはあるけど、まあ気の持ちようっていうのもよく聞くからな、そういうのは、ちょっとまあまあそれがまあもしかしたら焦っちゃったしじゃないか、かもしれない、まあとりあえずじゃあまずは開けていいか、もしかしたら OK 出たら明日最終回。終わりかよ、まあちょっと聞いてみましょうか。はい、さあ設定が完了しました。はい、せっちゃん第3、よしくさんおしろい人形です、質問が、まあこれ開けても大丈夫ですかという、あまり見ない方がみたいな感じですけど、先に進むためというか、解決するにはどうすればいいのかなってちょっと分かんないんで、ちょっともしかしたら中に何かあるのかっていうのが気になるので、まあちょっと、聞いてみましょう。はい、
これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。